ミコアイヒエロニムシェニャフスキミコアイヒエロニムシェニャフスキは、ポーランドリトアニア共和国の貴族、軍事指導者。リビウの大官アダムヒエロニムシェニャフスキと、王官領大へ、トマンのスタニスワフレベラッポと月の娘ビィクトリアとの間に生まれた。1662年、リトアニア区内長官、アレクサンデル・ラジビウ公の娘チェツイリアと結婚した。1666年より、 王官僚、この絵隊長、1668年より王官僚大吉主前六1676年より王官僚区内副長官、1679年よりリビウ大官及びボルインニ県知事、1682年より王官僚野戦エトマン及びラドム、ロハティン、ピャセチュノの大官をそれぞれ務めた。シェニャフスキは共和国を未曾有の危機が襲っていた。 ヤン2世カジミエシュの知性に、コサック及びタタールとの戦いで有能な指揮官としての名声を得た。大騎手の地位にあった時、彼はヤンソビエスキによる1673年のホチム遠征に同行している。また1676年3月にクラックフで開催されたヤン3世の大官に際しての議会では議長を務めている。1683年、 息子のアダムミコアイシニャーフスキと共に第二次委員法医に参加したが、その年の暮れに死去した。ありがとうございます。